こんにちは、エリナの就活チャンネルです。しばらく動画を上げることができてなかったんですけど、多分前に上げた動画は最終面接行ってきますみたいな動画やったと思います。で、その最終面接に行ってきたんですけれども、面接会場東京で着きまして、待ち時間が40分ほどありまして、で、結果面接が行われたのは10分で、質問内容の9割は家族構成とか家族のことについてでした。で、まあ家族のことを話して落ちちゃったんですけど、もう、なんてやろ、いつもと違う面接方法というか自分のことを聞かれなさすぎて、ちょっとなんで落ちたかっていうのは難しくて、それも、なんで落ちたかっていうのを、自己分析することはちょっと難しいんですけど、多分、家族のことが何かいけなかったか、自分の健康診断出したのの、ちょっと体重が悪かったか、のどっちかやと思います。アパレルスタッフなんで体重重かったら落ちるかなって感覚なんですけど、まあ、それでダメやったかなって思ってます。で、うわぁ、持ち駒ないし、どうしよう、みたいな、思ってたんですけど、まあ、奇跡的に一つだけ持ち駒がありまして、その面接を先週ぐらいにオンラインで受けたら、たまたま合格させていただきまして、二次選考と最終選考を一気にガッチャンコして行うらしく、また再来週かな？東京に行ってきます。最終選考という名で。なので、そこ一個受かればラッキーか、そこ受かればラッキーかなーってぐらいの気持ちでもちょっと、就活頑張るぞ欲がかなり薄れてきております。そんな状況にもかかわらず、毎日時間がない生活が行われております。と、この動画をしばらく上げれなかった理由の一つに、いつも、事務所というかスタジオでこの動画撮ってるんですけれども、このスタジオが移設しまして、その移設にかなり時間を使用しておりました。っていうのと、まあ、雇用主が足を折りまして、今まで私アルバイト週1ぐらいでしか来てなかったんですね。それが足を雇用主が折ったために、週4ほどに急に増えまして、時間がなくなりました。だらだら家で過ごしてた時間がなくなるという状況が起きてます。っていうのプラス、友達からお寿司屋さんでバイトしようって誘われて、まあ、大学4年生のこんな時期なんで、バイト探さなって思ってもなかなか見つからへんからちょうどいいやと思って、バイトを始めることになってしまいまして、週7ぐらいでバイトをするので、本当に時間がなくなっちゃいました。っていうのとプラス卒論。だから、バイトが2つ増えたのと、卒論が増えて、就活しなあかんけど、他のこともしなあかんみたいなことになってしまいました。まあ、就活は最悪、まあ、今年終わらなくても、まあ、3年以内に見つけるか、他のことをすればいいのでいいんですが、卒論終わらんかったらもう、それ以前の話なんで、どうしようって感じです。7月半ば就活終わってない人いますか？まあ一つ分かったことは、アパレルと化粧の業界はかなり採用人数減らしてるんじゃないかなっていうことを体感してます。あとマイナビとかで採用人数、例年と変わってないように書いてると思うんですけど、多分それ嘘だろうなって感じてます。アパレル系はすごく取らんとか足りてるっていう感覚だと思うんですけど、このオファーボックスがこの時期なのにひっきり、まあ結構週1ぐらいでオファー来るんですね。っていうのがどういう業界かって言ったら全部 IT とかテクノロジー系で、多分そっちはこのコロナの影響というかコロナの嬉しい影響で多分人足りてないんやろうなって感じました。でも IT 系ってキャラじゃなさすぎんってところはあるんですけど。まあまた、この再来週行く面接がダメだったらまた考え
ないとダメだなって感じです。でも逆にこの就活ダメだったら選択肢が、できることの選択肢が多すぎてまた何するか迷うとこなんですけど、まあその時は、その時でたくさんの選択肢からまた選ばないといけないなって思ってます。なんか私は就活したんですけど、なんか例えば就活しなかった人とか、なんて言ったんやろ。世の中の就活してないというか仕事をこうパッて探す人ってどうやって探してるんやろうってめっちゃ思います。なんて言ったらいいのな。あ、じゃあわかった。エリナのお母さんを例に挙げると、お母さんは、保育士の学校に行ったので、保育園で働くことを前提に、こう社会に出たんですね。でも、こう私が小さい時とかは保育士以外に、化粧品会社の OL とかしてた時期もあるんですよ。なんかそういうのってどうやって会社受かってるんやろうっていうか、どうやって会社入ってるんやろうとか、どうやって会社決めてるんやろうっていうのはめちゃめちゃ疑問に思いました。っていうか、エリナの周りの大人は運が良すぎて全然参考にならんくて腹立つ。みんな人脈と運が良すぎるなって感じてます。まあ、そう思うので、人生なんとかなるんかなとは思うけど。どうやろうわからん。まあでも、とりあえずまた再来週、最終面接頑張って、無理やったら、この7月後半、でも就活終わってない人、力貸してくださいというか、一緒に頑張りましょう。っていう動画でした。じゃあ、また再来週、面接行ったら結果報告します。拜拜。